ありがとうございます。そう聞こえたらいいです。リフィルタンゴをお聴きいただきました。この曲はもともとね、ピアソラさんだっけな、これはのリベルタンゴを、カバーして演奏いたしました。はい、あ、そうですね、バイオリンとコントラバスのポップクラシックにとバロテと言います。チラシで言うと立ち順はそのままなんですね。右側がマキロンです。こんばんは。そして私が、シキちゃんです。シキちゃん、ありがとうございます。やっと言えるようになった。はい。ね、自分にちゃんっていうの恥ずかしいですね、なかなかね。シキちゃん、シキちゃんです。最近マキロンおでこにニキビができてしまいました。おっとおっと、どうしたどうした。はい。では次の曲いきたいと思います。次の曲は
何がいいですか。じゃあカバー曲を演奏したいかな。優しさに包まれたならお聴きいただきたい。ユーミンの曲です。ユーミンさんの曲を、カバーしてお届けしたいと思います。聴いてください。2人組なんですけども、うん、私たちが路上ライブを始めて2人で組み始めてもうちょっとで1年になるかなという感じですね、はい。最近はたくさん箱ライブもさせていただけるようになったりと、とても嬉しい状況なんですが、そうですね、引き続き路上ライブももちろん頑張っていきますので遊びに来てください。はい、さて、はい、じゃあなんかね、いつも暗い時間にやってるからね、変な感じ。明るい、まだ明るい。夏に近づいてきた証拠ですね。ということで、夏の歌はありませんが、雨上がりの歌でですかね。虹の小道をお届けいたします。聴いてください。
ありがとうございました、オリジナル曲の虹色小道という曲をお届けいたしました、はい、この曲はあの雨が上がった時のこうね、あの虹がかかってる様子だったりとか、こう道がちょっと濡れてるけどそこをやった晴れたぜっていう気持ちでテクテクって歩いていく感じのイメージの曲でした、はい、次の曲は、じゃあセカンド CD の曲をもう一曲お届けしようと思います。真夜中の影っていう曲をお届けしたいと思います。皆さん最近月見てますか？あんまり見てないですね。でもなんか月って満月の時やたらと気になりません？なんかこう、あ、今日満月だみたいな。普段、今日どうなのか分かんないんですけど、そうじゃない時ってあんまり気にしないような気がして、私だけかな。そんなことはない。月が出てると半月もまた綺麗ですけどね。ということで、光と影をイメージして作られた曲です、真夜中の影です。お届けください、ね、お聴きください。Thank you.
がとうございました、真夜中の影という曲をお届けしました、このステージこれにて終了になります、ちょっとだけ時間挟んでまた次のステージに行きたいと思います、よかったら今日の、曲演奏した曲が入っている CD も持ってきていますか DVD もありますのでぜひ見ていってください、ということでありがとうございました。